なんで人間は笑うんでしょうかね。意味があるんでしょうね。意味があるんですよ、多分。必ず。どれだけ落ち込んでる時でもね、なんかイライラした時とか、もう辛い時とかでも、こう無理にこう腹筋を震わせるってことがいいんだろうな。多分笑ってる時って多分一番この腹筋がこの腹筋がこうなんか揺れることによって、なんか多分ね緩むんだろうね。そうで多分このなんかこうリラックス効果があるんだろうね。多分人間だけでしょ、笑うのは。なんか意味があるんだよね。だからちょっと明日から仕事だけど、嫌だなとか、もう本当もう無理とかいう時でも、ああもうイライラが止まらないとか、ああもうお金がない、どうしよう、やばいっていう時も、もう無理くりだよね。人に見せる必要は全くないってなんか笑うと実際なんかちょっとこう、さっき謎の笑みがあったように、なんか自分に笑えてくるというかね、自分が面白くなってくるっていうね、なんかいいかもしれないね、笑うっていうのはね。さあ、ロト6を買いに行きます、雨の中。明日抽選のね、ロト6はキャリーオーバー中ですから、一等当たったらでかいですよ。ドカーンと行きますからね。だから明日ちょっとね、仕事始めですよ。明日はこんな雨があって、明日仕事かっていう、この気持ちがもうね、嫌ですよね、うん、だから笑おうっていうねことでございます。そして明日頑張ったらロト6が待ってるよっていうね。いや、月曜日買わなくてよかったのかもしれないですね、ロト6は。うん、月曜日多分買ってても当たってないでしょ、うん、だから明日のために僕は多分買わなかったんでしょうね。いやー、楽しみだな。なんかこういう日に買うロト6は当たる気がしますね。本当に当たっちゃうんだろうな。いや、だから本当明日は本当に見届けてほしいですね。本当にせっかく楽しいゴールデンウィークだったのに、明日からまた仕事かっていうね、まあ、いわゆる5月病とか言われるやつ、誰が作ったんだバカ野郎、5月病とか、そんなもんねえよこの野郎、そんなもんねえんだよっていうね、誰に言ったか分かりませんけども、まあ明日もね、今日と変わらずね、楽しいんですよ、楽しいんです。とにかく笑えば大丈夫です。笑ってれば大丈夫ですよ。人に見せる必要はない。もうこそこそ笑いましょう、もう。さあ、ところで今日は5月5日水曜日は子供の日でございます。子供の日、子供の皆さん、子供の日ですよ。よかったね、おめでとう、楽しい一日過ごしてね。お父さんはお父さんお母さんと、おじいちゃんおばあちゃんと、おじさんおばさんと、近所の知らないおじさんはダメだ、近所のおじさんとかおばさんもみんな優しくしてくれてるでしょ、うん、みんながね、あなたのね成長を期待してますからね、うん、みんながあなたを未来だと思ってますからね、みんながあなたに未来を託してますから、すくすくと元気に育ってくださいよ、子供たちの皆さん、大丈夫ですから、大丈夫。
しゃー買ってきたよ、買ってきた、当たるやつだこれは、当たるよ。